なあフラン、何か書いてあるぞ。誰かが刻みつけたようね。かなり古いわ。神々の剣を授かりし後世の探求者へ、これなるは天に等しき高みへの塔。三つのしもべを率いる守護者、汝の魂をむさぼり食わんとす。力なき者は力を望むなかれ、されど力のみに頼るなかれ、己が目に惑わされるなかれ、幻を断ち真の道へ至れ。レイスウォール・シルス。覇王がここに？驚くほどのことかしら。王子覇王はオキュリアから剣を授かり、この地で浜石を手に入れたのよ。いつか他の誰かがオキュリアに選ばれ、ここを訪れると考えたのでしょうね。幻を断ち真の道へ至れ。謎めいた言葉だけれど、覇王の血を引くあなたなら理解できるのではなくて。
Yeah!
ミストが響いてくるわ。いよいよ転用の眉か。復讐するのかな、新しい浜関で。気持ちはわかるんだ、あの戦争で大事な人たちを亡くした気持ち。同じだもんな、俺たちも。でもね、亡くなった人たちの心はもう動かないんだよ。何があっても、何をしても。目を閉じて思い浮かべる幻みたいに、ずっとずっと変わらないまま。ああ、変わらん。どれほど長い時が過ぎようと、振り返る過去の幻影はいつまでも生々しい。過去はそうやって人を縛る。幻を断ち、真の道へ至れか。これが天陽の眉か。レイスウォール王はこの剣で眉を刻み、力を手に入れた。だけどお前はその剣で眉を壊す。そうだろ。お前はやめてよ。ラスラ様、浜崎で帝国を滅ぼすの。破壊があなたの願いなの。私の義務は復讐なの。私はなぜためらう。手を伸ばすがいい。お前に与えられた復讐の刃だ。この刃で父の仇を討て。そうだ、バッシュに化けてダルマスカ王を殺したのは俺だ。父を殺したこの俺に復讐せずにいられるか。貴様が兄さんを、王を殺し国を殺した相手が今お前の前にいる。そうだ、それでいい。憎み抜け、気を取れ。戦って死者たちの恨みを晴らせ。一人の
ジャッジマスターがいた。その男はナブラディアから奪った夜行の再編をわけもわからず発動し、ナブディスを吹っ飛ばした。浜崎の威力を知りたかったシドが命じた実験だ。あの危険な力を封じると誓った2年前、ジャッジの鎧と肝に捨てた名前はジャッジゼクト。久しぶりだなガブラス。手を伸ばせアーシェ王女。だがな、掴むべきは復讐や絶望を超えたその先にあるものだ。俺やお前のような縛られた人間には手の届かない代物だ。どれほどあがこうが人は過去から逃れられん。この男がそれを証明しているではないか。さあ、過去に誓った復讐を遂げるがいい。それが死者たちの願いだ。信じてる。あなたは、あなたはそんな人じゃなかった。あの人はもういないんだ。お前しの名のワンダルマスター、我らの浜崎で話しき歴史を導く聖女。私は聖女なんかじゃない。アーシェ、ダルマスカは長い歴史の間一度も黄昏の破片を使わなかった。苦しくても石に頼らないと決めた人たちの国だった。私が取り戻したかったそういうダルマスカだった。石に頼るのは裏切りと同じ。天陽の眉を砕くわ。浜関を捨てる。力がいらんというのか。では国を滅ぼされた屈辱はどうなる。死んでいった者たちの恨みはどうなる。違う。何も変わらないんだ。兄さんの恨みなんか晴れや。兄さんはもういないんだ。力があっても過去は変わらない。だからもう だが力なき者に未来はない。何者も守れはしない。ならば俺が守ろう。はっ、守るだと貴様が。ダンディスもダルマスカも何一つ守りきれず生き恥をさらしてきた貴様がか。いい加減に学んだらどうだ。守るべきものほど守れずに失うとな。マッシュ、王を殺した俺を撃っても貴様の名誉が戻ると思うな。故郷と家族を捨てたあの時、貴様は永久に消せん罪を犯したのだ。そうだ、俺の罪は消えん。罪を背負った命なら未来への希望を守る捨て石で構わん。来るがいい偽善者ども。綺麗事を並べようと
所詮貴様らも俺の同類、血に飢えた復讐者だ。撃滅せん。貴様も復讐の義務から逃げるか。やめんか。見苦しいわ。貴様には失望した。わからんか。王女に剣を向けたその時、己が何を裏切ったかわからんか。貴様はアーサー殿の信頼を裏切った。剣にも盾にもなれんやつだ。アーサー殿護衛の任を解く。どこへなりとも消えてしまえ。よせ。そいつが取り付いてたんだな。何を言う。我が同志だ。オキューリアは人間を飼いならす餌として力を授ける。その誘惑をよくぞ拒んだ。奴らの意志に背を向けて初めて人間は歴史を動かす自由を勝ち取るのだ。浜関欲しさにダルマスカの自由を奪っておいて。もう浜関は渡さない。ここで眉を砕く。おお、砕くのではないか。だからこそ封印を解いてもらったのだ。だがな、オキュリアの剣は使わんぞ。眉が蓄えたミストが失われてしまうのでな。使うのはこれよ。やるぞ、ベーデス。全てのミストを吐き出せ。そして天地に満ちたミストをバハムードが食らうのだ。彼らの知恵と力の結晶、それが人造浜関よ。人間の意志が生み出す力、その目に焼き付けるがよいわ。来い、ハムフリート。Oh, my God.
竜拳。
も逃げな。臨界越えて複合崩壊が始まってる。避けた規模だ。あの時の何千倍だか。ナブディスに償う。おい、プラス無理だ。ジャッジマスターを甘く見るな。Yes.